そういうふうに、やっぱりサッカーって、まあ、逆にシティとかはね、まあ、カンセロとかのところではそういう長所短所とかあるけど、まあ、全部の総合値上げたみたいな感じですよね。で、リバプールも、そのアーノルドのクロスっていう長所のところと、守備面の短所っていうのを、まあ、マティプ、ハンダイク、コナテとかその辺でカバーしてっていう。まあ、サッカーの本質がそこにあったりとか、まあ、それが、そこのブレがないようなチームっていうのが、まあ、まんべんなく強くできたら最強のチームできるみたいな感じで。そこのブレがない方がリーグ戦とか取りこぼし少ないだろうね。あとそこの修正をできる。やっぱりリバプールがシティより取りこぼし多いのは、そういうふうに質に頼れない時に負けたり引き分けになるっていう。だ今回も幅取れてなくても、チアゴとマネのね、縦の、コナテチアゴまでだっけ、あそこで一発でいけちゃったじゃん。でもあれがいつも出るわけじゃないから取りこぼすっていう。そう。